はい、皆さんこんにちは。今日はですね、はい、指すけですね。指すけのこのテックデッキですね。テックデッキの指すけなんですけども、フィンガーボード、フィンガースケートボード。こちらのウィールですね。はい、ウィール。これをですね、このベアリング入っているウィールですね。これをですね、ちょっとインターネットで買いましたので、こちらをですね、このテックデッキに、これは、まだ新品を開いたばっかりで、こちら結構もう、使っているものですけども、この新品にちょっとつけてみようかなと思います。で、皆さんご存知の通り、指すけのテックデッキはですね、いわゆるこう、いわゆるなんだろうな、初心者向けで、1個880円ぐらいですかね、安くて900円。まあ、だいたいその900円とか前後で売ってるんですけども、やっぱその、何ですかね、この3000円ぐらいすると、例えば、なんだろうな、フーデットとか、UAGFB か、の、いわゆるフィンガー、まあ、いわゆる中級向けの3000円ぐらいの指付けとはですね、やっぱこのウィールが全然違って、やっぱ見て通り、こうやってもう、ベアリングがないんで、基本的にはですね、これ新しいからまだ滑りますけど、こうあんまりですね、こう、滑りが良くないんですよね。で、このベアリングをつけるとですね、相当滑りが良くなるということなので、今日はこのウィール、ベアリング入りのウィールをですね、このテックデッキにカスタマイズしたときに、変えたときに、どんぐらいですね、性能が良くなるのかっていうのを中心にお伝えしたいなと思います。それではこのベアリング入りのウィールをですね、テックデッキの指付けにちょっとつけていきたいと思います。はい、まずはですね、はい、このテックデッキの指付けの既存の、テックデッキのウィールですね、これを付属のこのウィールを取り外せるやつでちょっと外していきたいと思います。こっちかな、はあ、結構簡単に外れそうですね。はい。こうでネジを回していけばですね。はい。取れるはずですね。はい。ということで、この指付け、テックデッキにですね、ちょっと買ったばっかりの方につけようと思ったら、うまくですね、このウィールが取れなかったんで、使い古したこのテックデッキの指付けのウィールを変えてみました。で、ちょっと違いを見てみていただきたいんですが、これがですね、もともと既存であるベアリングなしの方ですね。見ての通り、もうガクガクで、全然困りませんよね。で、これがベアリング入りのウィールです。音を聞いてもらえば分かるんですけど、シュー、ずーっと回ってますね。回ってます。まだ回ってます。これ前輪変えただけなんですけど、全然ですね、もう動きが違いますね。ちょっと後輪も変えてみたいと思います。はい。ですね、この前輪と後輪、この指付けテックデッキのウィールをベアリング入りに変えてみました。はい、後輪もこのように絶好調で回っております。ちょっとどのぐらい滑るかね、見てみましょう、ね。はい、ちょっとご覧の通り、テックデッキ知ってる方はご存知だと思うんですけど、全然滑んないですね、こうやっても。見てください。めちゃくちゃ走ります。はい、それではですね、この絶好調になった指すけテックデッキでちょっと遊んでみたいと思います。はい、もうですね、非常にもう滑るので、すごい快適に、はい、いろんな技が上達すると思います。